ミス首都大学東京の堀葵です。趣味とか特技ありますか？趣味は休みの日に一人で都心にブラブラ出かけることが好きです。こう将来の目標とか夢とかありますか？将来は可愛いお母さんになることが夢です。はい、じゃあ今日の意気込みを一言。はい、こんな大層な撮影なんて初めてなんですけど、みんなと一緒に楽しく頑張れたらいいなと思ってます。はい、あ、そっか、なんか男性のこの体の胸毛で嫌いな部位とかってありますか？わあ、ヒゲがあんまり好きじゃないですね、私は。なぜ？ジョリジョリするのが嫌だから。はい、ツルツルのがいい。はい、はい、ミスキャンパス投資者の杉浦瑞希です。今日は何の格好でしょうか？今日は看護師さんです。いわゆるナース。いわゆるナースいかがですか？かちょっと新鮮っていうか、こんな格好することないのでなんか似合ってますかね？ちょっとドキドキします。はい、はい、あ、でもハロウィンパーティーの時とかにした、あの、結構しますよ。はい、いろんなコスプレとかは。この間のハロウィンはあのポリスと、あと白雪姫と、実はナースもちょっとやったんですよ。はい、いや慣れてはないです。2回目です。特技は、私4歳からずっと今でもピアノをずっとやり続けてます。はい、結構割と本格的にやってました。はい、私はアナウンサーになりたいっていう夢があります。なんかこう報道番組とかバラエティ番組とか、すごいこういろんなジャンルにも挑戦できるアナウンサーになりたいなって思います。はい、じゃあ今日の撮影の意気込みを一言カメラ目線でお願いします。はい、すごいこういろんな大学のミスの人たちが集まってちょっと緊張しちゃうんですけど、あの精一杯楽しんで頑張りたいと思います。なんかそんなめっちゃ嫌いとかわかんないんですけど、でもまあヒゲとかは割と整ってる方がいいなって思います。ミス関西大学の黒瀬智美です。今日は何の格好でしょうか？今日は市営です。来てみていかがですか？ちょっと初めてなんでちょっと新鮮で、新鮮です。何かこう趣味とか特技とかってありますか？私の趣味はピアノと、あの、旅行することです。で、特技は、あの、3カ国語話せます。3カ国語。はい、どこの言葉ですか？あの、中国語と英語と日本語と上海弁です。あ、すごいですね。I will be great. Thank you. 何て言ったんですか？私は頑張ります。ありがとうございます。ちなみに、将来の夢とか目標とかってありますか？将来の夢と目標は、あの、自分の語学力を生かして国際系のお仕事をしたいです。はい。具体的にありますか？例えば芸能関係で国と国の架け橋になれたらいいなと思います。最後にですね、はい、男性の投げで嫌いな部署ってのがありますか？この無駄毛は許せない。嫌いなとこですか？どこだろう。うん、ここかな。胸のとこ。無駄毛、はい、
かない方がいいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。来てください。ミスキャンパス関西学院大学、高木春奈です。今日はちなみに何の格好でしょうか。はい、今日は女医の格好をしています。着てみていかがですか。ちょっとだけ恥ずかしいです。恥ずかしいというと。あまりこういう格好しないので、コスプレとかもあまりしないので、すごく新鮮な気持ちです。趣味とか特技とかありますか。趣味は映画を見ることとかなんですが、特技はチアリーディングで使うトータッチというジャンプです。トータッチ、はい、聞いたことないんですけど、どういうジャンプですか。なんかジャンプした時に足を180度以上上げるっていうジャンプです。チアリーディング部とか。あ、そうです。中高6年間チアリーディング部に所属していました。私はメディア系に進みたいと思っています。そうですね、広く、はい。じゃあ今日の撮影の意気込みを聞かせてください。はい、CM 撮影はちょっと初めてなので緊張しているんですが、自分らしく頑張りたいと思います。はい、では最後にですね、では撮影の嫌いなムダ毛の部位ってありますか。そうですね、ヒゲが整っている方がいいです。聞かせてください。はい、フレッシュキャンパスコンテスト2017グランプリ、大脇ありさです。今日は何の衣装でしょうか。はい、今日はバスガイドの衣装です。はい、着てみていかがですか。結構自分にフィットしてるなっていう風に感じました。他の方がこういろいろ他の衣装着てるんですけど、どの衣装を見ても私にはちょっと似合わないかなと思って、この衣装結構こう若い感じのイメージだと思ったので、一番今私が大学1年生1人だけなので、いい感じかなと思いました。何かこう趣味とか特技でございますか。はい、私踊ることが好きなので、すごいよく頻繁に踊ってます。なんか将来の夢とか目標があれば聞いてください。はい、今、私名古屋外国語大学に通っているので、将来は海外に関われる仕事に就きたいなと思っています。意気込みを。はい、少しでも目立てるように、皆さん本当に綺麗な方ばかりなので、こう埋もれてしまわないように自分の個性を出していけたらなと思います。じゃあ最後にですね、はい、男性の嫌いなムダ毛の部分どこかありますか。はい、私ヒゲが一番苦手 でやっぱり一番こう見える部分なので、ちゃんと処理しておいてほしいです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お名前を聞かせてください。ミスソフィアの内田由紀です。今日は何の格好でしょうか。今日はおかみの格好をしてます。着てみていかがですか。そうですね、これ訪問着らしいんですけど、初めて着るのですごく嬉しいです。なんかすごい雰囲気が合ってるなって感じ。ありがとうございます。何かこう趣味とか特技とかってございますか。そうですね、趣味は旅行をするのが好きなんですけど、特技は絶対音感があります。はい、あ、そうなんですよ、3歳の時からピアノをしてます。今でもたまにストレス発散方法はピアノ弾くことなので弾きます。将来の夢とかありますか。はい、そうですね、将来的には働いた後に幸せな家庭を作れたらいいなと思ってます。じゃあ今日の撮影の意気込みを聞かせてください。はい、まあ緊張もするんですけど楽しみたいと思ってます。では最後にですね、ここ男性の嫌いな胸毛の そうですね、例えば、話してる時とかに手にムダ毛があったりしたらちょっと気になるかなと思います。はい、わかりました。ミス学習院大学、高木由紀です。今日は何の格好でしょうか。今日は父兄さんを着させていただいてます。
着てみていかがですか？で初めて着るのですごい新鮮な気持ちで嬉しいです。なんかすごい様になってますね。本当ですか？嬉しいです。ありがとうございます。趣味とか特技とかってありますか？趣味、特技はケーキ屋さんでバイトしてるのでチョコペンでプレートを書くのが得意です。なんか誕生日の特典とかあるやつ。何かこう将来の夢とか目標ってありますか？素敵なお嫁さんになりたいです。今日の撮影の意気込みを聞かせてください。やっぱ最後のミスコンの活動になると思うので最後まで楽しくみんなと仲良くなれるように頑張りたいと思います。じゃあ最後にですね、男性の嫌いなムダ毛の部位って何かありますか？リアルで言ったらこれなんです。ムダ毛は生えてなくてもいいかなと思います。全体的にそうですね、あんまいらなくなりました。はい、分かりにください。ミス東京大学の松本ありさです。今日は何の格好でしょうか？今日は何の格好ですか？教師です。着てみていかがですか？そうですね、スーツ、ほとんどスーツなんですけど、まあ、新鮮です。男性の嫌いなムダ毛の部位ってありますか？そうですね、ヒゲとかがなんだろう、あんまり手入れされてなかったりすると少し気になります。聞いてされてれば大丈夫。そうですね、はい。将来の夢とか目標ってありますか？まだ特に決まってないんですけど、なんかなんだろう、いい家庭を作れたらいいなって思ってます。今日の意気込みを一言だけください。そうですね、まあ、教師になりきって頑張ります。ちなみに趣味とか特技ってあったりします？特技はダンスです。どういうダンスですか？コピーダンスがメインなんですけど、まあ、いろんなジャンルのダンスって感じですかね。はい、ありがとうございます。名前を聞かせてください。ミス慶応 SFC の幼いあやめです。今日は何の格好でしょうか？今日は主婦です。主婦、はい。どうですか、着てみて。主婦は最初主婦と聞いた時に素敵な奥さんになれるように頑張ろうと思って、女性から見ても男性から見ても頑張ろうと思って今日来ました。なんかその将来、はい、奥さんになりたいなみたいなのありますか？なりたいですね。なれたらいいんですけど。趣味とか特技ってありますか？はい、私はお菓子作りをすることが趣味で特技でもあります。14歳の頃からスイーツブログを毎日書いていて、甘いものが大好きで毎日その甘いものを食べて過ごしています。なんか作るので得意なスイーツってありますか？はい、ガトーショコラが一番得意、シュークリームも得意なんですけど、食べるのも大好きで作るのも大好きです。はい、将来の夢の目標ってありますか？はい、私はそのままスイーツがすごく大好きっていうところから、将来は食文化とかお菓子の世界でこう文化を語れる文化人にと名乗れるようになることが目標です。じゃあ今日の撮影の意気込みを聞かせてください。はい、意気込みはまず今まで出会うことができなかったミスキャンパス その各大学の人にこう会えて、それがすごく嬉しくって、そしてそんなこんな貴重な機会をいただけて本当にもう嬉しくって、もうすごい楽しみで来ました。これからのどんな撮影をするとかまだちょっと分かってないところなんですけど、もう精一杯笑顔で頑張りたいと思います。では最後にですね、はい、男性のムダ毛で嫌いな部位、嫌いな部位ですね。あんまり、でも夏、まあ、冬は洋服で隠れてるからわからないかなと思うんですけど、夏とかに何でしょう、腕とかがすごいこう見えるとちょっとケアしてほしいなとか思ったりします。お名前を聞かせてください。ミス国学院の西脇梨沙です。今日は何の衣装でしょうか？
今日の衣装はモデルの衣装なんですけど、私も将来モデルさんとか芸能界で活躍していきたいなと思ってるので、すごい今回嬉しかったです。すごいお似合いですありがとうございます。実際着てみていかがですか？なんかモデルさんってこういう衣装を 着られるんですかねなんかいいですねすごい普段はこんなの着ないんで、とても新鮮でした。してる方とかって具体的にいたりします？いや、なんかいつもそれ聞かれるんですけど、目標にしてる人とかこうなりたいとかなくて、なんかその人みたいになったら、なんかその人の2代目っていらないじゃないですか。だからなんか自分らしく、なんか自分を出していくようなモデルさんとか、そういう芸能人になりたいなって思います。ちょっと待ってください、はい、カメラあんまり動かないでください。趣味とか特技ってありましたね、はい、趣味なんですけど、趣味は嫌いな食べ物を克服することで、最近なんかハマってるのはパクチーを嫌いなんですけどめっちゃ食べるっていうのにハマってますそれ辛くないですか？辛いんですけど、でもやっぱりパクチーは無理でしたはい。将来の夢とか目標ってありますか？将来の夢は先ほども言ったように、そのなんか自分らしさを出したモデルさんとか芸能人っていうか、そういう人になりたくて今頑張ってます。ミスコンはすごいなんか自分にとっていいきっかけになったなって思います。今日の意気込みを聞かせてください。私本当に緊張しなくて、今日も全く緊張してないので、自分らしく楽しんでいこうと思います。これはより引きどうする？じゃあ最後に、はい、男性の無駄毛の嫌な部位ってありますか？なんか特に気になるところはないんですけど、まあ、ヒゲを生やすんだったら、なんか整え、綺麗に整えてもらったりするんだったらいいなって思います。はい、名前を聞かせてください。はい、ミス青山学院大学今井美代です。今日は何の衣装でしょうか？今日はアナウンサーの衣装です。はい、着てみていかがですか？そうですね、でもあまり普段とは変わらないので、ちょっとでも髪型がちょっとアナウンサーっぽいかなと思ってますご普段とはちょっと違う感じですか？そうですね、ふわふわでちょっとここがアナウンサーっぽくなってるかなって思います、はい、趣味とか特技ってございますか？はい、趣味は体を動かすこと で、 そうです、ね、サークルも大学のサークルも結構スポーツ系に入ってて、バスケットボールも10年間やっていたので大好きですね。他にもクラシックバレーや水泳などいろんなスポーツしてました。特技ありますか？はい、特技って言っていいかわからないんですけど、料理にハマっていて料理教室に通っています。料理教室は基礎とか普通の料理もやるんですけど、それだけではなくてパン作りとか、あとお菓子作りもしてます。家でも時間があるときはなるべく料理するようにしています。得意料理ってありますか？得意料理ですか？そうですね、これといったものはないんですけど、結構和食も洋食も中華とかもソースから一から作るようにしているので、結構いろんなの作れると自分では思っています。はい、はい、CM 撮影は初めてでとても緊張しているんですけど、自分らしく今日はアナウンサー役なのでアナウンサーらしさを出せたらいいなと思っています。将来の夢はありますか？はい、将来の夢はまだ決まってないんですけど、今教育学部にいて小学校の教師の免許を取るように頑張っています。なるかはわからないんですけど今頑張っています。あとミスコンが始まってから自分の選択肢、将来の選択肢も増えたと思っているので、まあ、ミスコンの経験も生かしながら将来の夢を大学卒業までに決めていければいいなと思っています。じゃあ最後にですね、はい、男性の無駄毛のこう嫌いな部位ってありますか？はい、そうですね、あんまり気にならないんですけど、そうですね、
やっぱり顔周りっていうのはやっぱ見るので気になりますね。なのでやっぱ整えていったりお 手入れしてる人は素敵だなって思います。はい、聞かせてください。ミス立教大学の古澤理香です。今日は何の格好でしょうか？今日はパティシエの格好です。着てみていかがですか？普段着る機会がないので全然想像がつかなかったんですけど、こんな可愛い感じで嬉しいです。趣味とか特技ってありますか？はい、趣味はバレーボールをすることで、大学でもバレーボールのサークルに入ってます。特技はピアノを弾くことなんですけど、聞いた音を楽譜を見ないで弾くことができるという特技があります。ピアノどれぐらいやってる？ピアノを習ってた時期としては小学校の3年生から6年生の3年間だけなんです。昔から弾くことは好きでした。ね、なんかこう将来の夢だったり目標ってありますか？そうですね、今絶賛就活中なんですけど、興味があるところとしてはペットケアの企業に興味があって、ペットの、なんだろう、ご飯とかトイレとか扱う企業に行って、そういう仕事に携わりたいなという気持ちあります。じゃあ今日の撮影の意気込みを聞かせてください。はい、そうです、今日はパティシエの役なので、なんだろう、美味しいお菓子が作れそうなパティシエの役になれるよう頑張ります。では最後にですね、男性の苦手のここは嫌だなという部位はありますか？はい、男性がひげを生やすのは気にならないんですけど、生やすなら綺麗に整えてる感じがいいなと思うので、なんだろう、生やしっぱなしなひげはちょっと気になります。わかりました、やってください。はい、ミス整形大学の玄間彩香です。ちょっと今すっげえ頑張ってた。今日は OL さんの衣装をお借りしています。着てみていかがですか？そうですね、普段はこうスーツ着る機会って、まあ、ある時はあるんですけど、パンツスタイルは初めてなので新鮮です。パンツスタイルはあんまり普段パッと履かない？履かないですね、スカートが多いので。はい、その OL さんの格好してみていかがですか？普段スーツを着る機会はある時はあるんですけど、でもパンツスタイルは初めてだったので今すごく新鮮です。では、趣味だったり、はい、特技ってありますか？趣味は作詞作曲とか、あと耳コピしてピアノでこう自由に弾くことだったりします。あと特技は書道とか大食いです。はい、はい、どれぐらい食べるの？ご飯、ジャーゴット食べます。え？ジャーゴット食べます。一人で？一人で食べます。だと思います。ハンバーグ5合ぐらいは食べられると思います。ハンバーグは1キロとかで食べます。ノンアルは全然体に、いや、そんなことないですね。太らない体質、まあ、昔からずっと食べてばかりなので、もうそれで多分体が慣れてるんだなと思います。でも何が一番好きですか？食べ物？白米です。なるほど、はい。では将来の夢とか目標はありますか？私自身こう持ち前の明るさがあるってよく人から言っていただけるので、その明るさを生かせるような職業につけたらいいなと思っていまして、まあ、憧れているのはアナウンサーです。具体的に目標としているような方って言いますか？はい、あ、三浦あさみアナウンサーです。どういうところが？普通のこうイメージとしてはこう明るく元気でよく食べるというようなイメージがあると思うんですけれども、こうナレーションをやった際にすごく落ち着いた声を出されて、そのギャップにとても魅力を感じました。そのものによって声を変えられるっていう気持ちの伝え方が変えられるっていうところに憧れています。じゃあ今日の撮影の意気込みを聞かせてください。はい、
今日はこうやって OL さんのスタイルに変身させてもらってるんですけども、やっぱり先ほど申し上げたようにパンツスタイルっていうところからしっかりとした OL さんのイメージがあるので、私もちょっと大人っぽいメイクにもしてもらったので、大人っぽいというかしっかりした OL さんをになりきれるように頑張りたいと思います。最後にですね、男性の無駄毛の嫌いな部位って、はい、そうですね、これといってどこがっていうのはそこまでないんですけれども、やっぱりこうしっかり人から見てこう清潔感を与えるように整えてもらえたらなと思います。ミス中央大学の鈴木康代です。趣味は映画を見たり読書をしたりすることで、特技はちっちゃい頃にちょこっとやってた日本舞踊です。はい、そうなんですよ、ね。はい。はい。将来の夢はコンサルタントで、今夢を叶えるために勉強してます。で、今やってるサロンモデルの活動とか読者モデルの活動も続けられるような仕事を見つけたいなっても考えてます。今日は美容師さんの役をやらせていただいてます。普段自分だと着ない感じのかっこいい感じでまとまってるので、すごい新鮮で楽しいです。なんか CM の撮影も初めてだし、初めてお会いするミスの方たちもたくさんいるので、すごい緊張してるんですけど、最後まで楽しんで頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。男性の気になる無駄毛の部位を、反り残しみたいな青ひげと、あと袖からちょっとだけ見える腕の毛とかちょっと気になりますね。